街中が真っ白に。緊急事態宣言で学校もお休みです。空気が真っ白で視界が悪く、車はほとんど走っていません。インドの首都ニューデリーで3日、今年最悪レベルのスモッグが発生し、緊急事態宣言が出されました。当局は5日まで学校を休校するよう指示し、埃の発生を抑えるため全ての建設工事を中止しました。また4日からおよそ2週間自家用車の使用も制限するということです。ヒンドゥー教の祭りで使われる爆竹や農家の焼き畑農業が原因とみられます。